北九州市立花尾小学校は、福岡県北九州市八幡東区議院一丁目に、ある公立小学校。2004年に、北九州市立前田小学校と北九州市立平野小学校が統合し開校しました。1階は、職員室、給食室、図書室といった、学校生活の屋台骨を支える部屋やスペースが、中心となっています。 一部のクラスを除いて児童が職員室の前を通り峠下校する構造になっています。2階は低学年の普通教室が6室、特別支援学級が2室、特別教室が10室となっています。2階にはとても広いテラスがあり、児童たちが野菜、植物などを植えれます。また、テラスの階段から校庭に降りることができるため、災害時の避難がスムーズにできます。 階段も吹き抜けで全体的に開放感があり良い印象を受けます3階は高学年の普通教室が11室あります。特に南側の廊下は広く、廊下に面した仕切りが可動式のため特別授業に最適です。また3階からも校庭に降りれるので災害に強いです。屋上はプールが設置されており、皿、倉山や 八幡東区の市街地を見渡せます。屋上テラスにはソーラーパネルが設置されています。ありがとうございます。